これが納得できる対応なのかは人によって変わるから一旦置いとくとして、さすがにあれだけ目に見える形で覆われしまくってる中、静観貫くほど危機感失ってないことは安心した。普段は狙って炎上させてるんだろうけど、今回は本当に炎上意図してなかったんだろうな。あの内容で炎上しないと思ったは頭オーロライカやろ。まあ、現場は、これ絶対大炎上するって、止めた方がいいすよ。って言ってても、現場の人が公式発表の内容を左右できるわけじゃないからね。経営会議で決まった、と言われたらその通りに作るしかない。他の重大キャンペーンや SL ちゃんの可愛さでごまかしてうやむやにする気はないことが分かっただけよかったわ。運営としてもかなり慎重に対応しないとヤバい案件だって認識はあったんだろうね。ひとまずできる限りの対応と意思120個で誠意を見せてはいるからユーザーとしてもまあ納得はできるライン。この空気のまま14日の観客あり生放送とかしたらガチでヤバいからな。なんならたった1日で方針発表はプラスまである、他のソシャゲだと発表までにやたら時間かかったり、その上で見当違いな発表したりすることもあるんで、ほぼ最速で概ね納得できる発表ってあるんだってレベル。1日目の対応としては旧大点なだけでこれで終わりなら全然納得できないし、そもそもアペンドコインなんかやるなまで遡るからな。一定の成果評価に値する対応ではあるな。手打ちにするラインにはまだまだ足りてないから要望は続けないとだけど、コイン関係は狂気の沙汰のままだから、星5で8体、星4は24体だぞ、これ認めちゃいかんでしょうよ。アペンド諦めてレベル120にしたわい、完全に裏目に出てて涙目。攻略とかの力になってくれるだろう、それにそれだけ育ててるんなら大切にしているように思える。今後も大切にしてあげて、ステータスは裏切らないぞ。120諦めて4つ開けた人の方がきついかも、いっそ1回こっきりのアペンドリセットの方が良かったかも。そこまで落ち度とは思わんけど、それはそれとしてくれるというものはありがたくいただきます。対応が早くて本当に良かった。もしだんまりだったらやめちゃってたかもしれない。これアペンド関係の補填内容よりは B 氏の数決めるのに一番悩んでそう。120個配るレベルのお詫びってなかなか前例ないしな。というか120個って大量すぎるが何の数だろう。レベル120に合わせたのか、騒いでない人からすると嬉しすぎる。とりあえず迅速な対応お疲れ様です。多分ほとんどのスタッフが前々日くらいから会場入りでフェス準備、初日2日目稼働しっぱなし、休めると思ったら緊急会議今日だろうから、体力的にもちょっと大変だよね。多分今日が第9だったスタッフさんとかも出社してるんじゃなかろうか。擁護するわけではないし、自分もまだ入院は完全に下がったわけではないけど、スタッフ一人一人の体だけは大切にしてほしい。ここで無理して体壊したら、補填できるものも補填できなくなるんだし。ホーグ6以上が必要なのはおかしいし、そこは変わってないけど、ひとまず他へ移せたり聖杯鋳造の分を返してくれたりの対応には安心した。それなりにお金も時間も使ってるユーザーが大反発したからか、できる限りの補填してきたようには思う。でも実装前にこれユーザー怒るよなーと思いついて欲しかった。本当にそれユーザーの反応がわからなかったのかよ。この対応を急いで決めたとすると徹夜で協議したんだろうな。最速でも1週間から1ヶ月は対応に時間がかかるかと思ったから、この炎上は本当に想定外ということなのか。課金絡みのことだからこそ想定して欲しかった。石120個もらったはずが、もうない。もうね、汎用コイン実装していいんじゃないですかね。イベントで汎用コインしっかり配布してくれればそれで諸問題ある程度解決みたいなとこあるでしょ。汎用コイン、今後出るとしても過去の課金が無駄にならない形にしないとダメやね。課金によってのみ取得できるアイテムを使ってコインにするとか、そういう形以外では汎用コインは出てこないんじゃないかな。配布サバ専用の汎用コインならあり得る。かつてないほどの速さで声明発表だし、今はこのあたりが精一杯の落としどころやね。とりあえずだんまり決め込むとかじゃなくてよかった。コインの必要数とか、配布サーバントのコインの数とか問題は残っているけど、とりあえず対応を取ってくれたことは良かった。
まあ、コインシステム実装時に言っていた何らかの入手手段を早いとこでしてくれれば大体解決するとは思うんだがな。配布のコインはいつか巡礼の派で交換できる量を増やせば問題解決かな。それこそコイン実装時はイベントやキャンペーンでも入手可能、米印配布サバとは別記載って言ってたからそっちの入手方法をいよいよ実装するのが吉かなって。マイナスから例にはなったかな。あとはコインの入手方法を増やすなり使用量緩和するなりしてくれ。正直、誰も何も失ってはないのにふんぞり返りすぎだお前らとは思うがな。騒いでた奴ら。後から追加されるのはソシャゲツネだよねっていうのはわかるけど、自分はコイン目当てでは回せないと思っちゃうから、出費を覚悟して回してきた人のはしごを外す形になるのはやっぱすさむよ。バサスロ16体引いてやっとパーフェクトにしたのに、また8体引けと、夏い流れてきて気の毒な気持ち。3以下、アンリ除く、はコツコツ引いてれば4桁いけるけど、4からは明らかに全くレートが合ってなさすぎる。別にそもそものんびり推しを完全体にしようと思ってた自分にとって、やってるうちに何かしら運営が追加してくれるでしょって思ってたから、全然問題なかった。これ、本気長にモルガン当たったタイミングでちまちま上げてくかって思ってた攻略する上で問題にならんし、完全体に宝具8、星5以下ならもっと大量が必要になったのはまだそのままなので、推しが限定サバだと復刻ガチャ来ない限り何年かけようが不可能なんだよね。まあさすがにレアプリ交換あたりに万能コイン少しずつ配布とかの救済措置が来るとは思いたいけども、考えうる限り最善の対応の一つなんだけど、それはそれとして必要なコイン量は一切変わっていないので、個人的にはレベル上限突破にコイン必要ってのを止めて欲しかったなぁ。レベル120実装前は宝具1でも好きなサバをゲーム内アイテムだけで最高レベル100にできるってのもこのゲームの魅力の一つだと思ってたから。必要な総数は変わってないんよね。そこはまあ選択的エンドコンテンツってことで、アペンド5つで合計600枚、レベル100、120で300枚、これ自体は変わってないね。今までに出来上がった人たちはやったもん勝ち状態だが、逆にここから目指す人たちはさらなる地獄って変わらないな。その辺いじり出すとちょっと改良どころじゃなくなりそうだし、昨日の18時以降に宝具8上等で回しちゃった人たち含めて全補填物出して絶対動かせないラインだと思う。昨日の今日でお出しする対応としてはこれが限界だと思うし、振り上げた拳を下ろす理由としては十分だよねと。101レベルから120レベルにするのにコイン使わない仕様にして、使用済みは変換とかどうだろう。正直昨日はムカムカしていたが対応する告知を見るとそのように感情が引っ込んだ。俺は単純なのだろうか？純粋って言おうぜ。この対応を急いで決めたとすると徹夜で協議したんだろうな。最速でも1週間から1ヶ月は対応に時間がかかるかと思ったから、この炎上は本当に想定外ということなのか。普段通り機能拡張しましたってくらいの考えだったのかも。ガチで想定外だったら見通しが甘すぎるよね。コインの入手量と手段を一切緩和せずにアペンド追加しますなんてやったら荒れるに決まってるのに。全くの想定外だとしたら運営が心配になるけど、今回の対応を後々やっていくつもりだったら周年の時にフォロー入れてるはずなんだよな。金が絡む福袋と運命召喚の直前で実装とかタイミング最悪だったもんな。取り返せないならとコイン目的で引くさば変えた人もいただろうし。FGO でディレクターレターって表記のお知らせ、初めて見たわ。最初期にプロデューサーレターとか出して失笑されてた記憶はあるな。もう最初の1、2年のクゲー呼ばわりされてた時期にしかなかった対応だよ。今回のやらかしがいかにひどいか物語ってるわ。緊急の対応としては十分じゃない？あとは宝具8と配布がどうなるか。一応先に言っとくが、これ見て可能は信用を取り戻したとかいう人出てくるかもしれないが、それ DV 彼氏に優しくされて許してしまう彼女みたいな思考だからな。そこで、塩川よりマシという魔法の言葉ですよ。あの人出しにすれば大概のやらかしがおめこぼししてもらえるからね。何らかのリアクション返してくれたから本当に安心したよ。大荒れを無視する運営にろくなやついたことないからな。実体験。早急に対応する姿勢は大事。
皆さんは、アペンドの対応についてのディレクターレターが公開されたけど思った以上に対応が早かった、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。